こんにちは。オラ。ハロー。でした。今日はですね、前回の続きで、今日は半蔵門線の半蔵門から、チロリガー淵の方へ行きたいと思います。よっ。今日はどうかな。2日経って変わってるかな。どうだろうね。うん、すごく暖かいです。そして今日も。ね、暖かいね。昨日もだけどね。今日は22度、23度くらいまで行くので。うん、うん、うん。もう春だね。春です。どんな感じでしょうか。アパート、マンションがいっぱいありますですね。ね、喫茶店もね、あるね。そうですね、喫茶店もありますよ。あ、そう？うん、お好きですかね。ええ、風強いな。これはあれなんじゃないの、終わるよっていう。終わる？東京五輪はやっぱダメなのかっていう。どうなることやらですね。ね。あと4ヶ月後、3ヶ月後くらい、うん。オリンピックマークもね、風に飛ばされたし。飛ばされちゃったね。うん。火も飛ばされたし。私道は分かってないけど大丈夫。まあ大丈夫だよ。すごいね。私なんかもう迷ってますよ。うん、なんか勘ですよ、勘。ここはどこ状態よ。勘で行くんですよ、勘で。お、いいね。見えてきましたね。え、早い。意外と近い。半蔵門からも全然歩けちゃうね。そうそうそう。なんかいい感じに咲いてそうじゃない。ああ、遠目から見る限りはね。お楽しみにです。うん、なんか高級そうなマンションだね。ね、いっぱいやで、高級そうなマンションがいっぱい。わー、待ってるのが高い。さそ、さそでしょ。もう成功者が住んでるの。そうなの、やばいわ。もういわゆる成功者しか住めないマンションが。そうですよね。すげーなー。あー、 YouTube 頑張ろう。最近あれ行ってないね、私たち。え？え？YouTube の最後にさ、うん、いいねボタンと登録、チャンネル登録よろしくねって言ってなかったよ。ああ、まあね。あ、いいでしょ。言っとこう。言っとくの。いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。
いや、まだあれだよ。動画終わりじゃないよ。花尾信号渡りたいね。渡りたいね。走る？ね。待つか。走る？ああ、渡れるかな。やめとこうか。やめとこうか。うん。さ、また戻ってきましたよ。ランニングしてる人もいるね。いるね。さてやってきました、緑ヶ淵ってこと。咲いてるね。結構咲き始めました。今日は3月の22日、はあはあ、日曜日です。なるほどね。これこれ満開予想は23日だから、一応明日なのか。明日、明後日は本当に満開になりそうだね。本当だね。今日暖かいし。さて、あの本当のあそこの千鳥ヶ淵はどうなってんだろうね。ね、ちょっと歩いてたら暑くなってきた。対岸もまあまあ綺麗に咲き始めてるんじゃない？対岸もほら桜見に来てるような人もなんかいそうだよ。本当だ、いいな、あっちも。ね、あっちの対岸もね。対岸も微妙にほら知られてるのがある。でもまだまだこれからだね。これからだね。うん。あ、でもすごい、あそこ。うん。来週の土日でもいいかもしれない。ね。あ、まだまだこれからだわ。さっきもこれみんなやっぱ構えてる。怒れるかな。怒られるよね。怒られるよね。冷静に。一回代々木で外国人がわーってちょっと緊張でピースしたら、あの笑ってくる。ソーリーソーリーした。あいつ OK OK やつ。シュート。結局一緒に。あ、でもあそこの桜ちょっと咲いてるね。本当だ。うん、知られてるね。いい感じよ。ちょっとピンクがついた。うん、いい感じよ。ね、すごいね。
あ、そこの下降りたらまたなんか木に取れるのかね。行ってみる？行ってみようか。うん。行けるみたいですね、うん、下に降りれるようです、うん、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、わー綺麗、ああ結構咲いてますね、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、あ、すごい、すごい、ここもほらわー綺麗ね、咲いてるね、綺麗に咲いてるよ、あ、いいね、いいね、いいね、首都高も見えるし、もうすぐで桜のトンネルです、なかなかいいんじゃない、あまだまだこれからだね。でも切れたよ。本当。待って。さて。北の丸公園でも行ってみますか。行ってみましょう。辺からすぐ写真撮ってくれ、知られてるね、すごいね、すごい、すごいね、あら、なかなかに綺麗じゃないですか、うん、
さて前回行かなかったじゃあ北の丸公園に行きましょう。ここから見るのもなかなかですね。この辺か。そう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 、なかなかですね、門と一緒にね、わだね、これはなかなか日本を感じますね。いい季節になった。過ごしやすい季節だ。長かった冬。いや冬短いと思うぞ。冬嫌いだな私あんまり。雪とかは好きだけど。寒いのは嫌でしょ。寒いの嫌だ。夏が好きだもん一番。夏ってなんかハッピーな気持ちになるね。空は高いしさ青空でさ。T シャツ1枚半ズボンでさ駆け回るっていうさ、ハッピーだね。 T シャツ1枚で駆け回るのか、駆け回るの竹割りがハッピーハッピーよ。あら、なんか武道館、あれ武道館ちょっと工事してるね。武道館でーす。ちょっとだいぶ武道館工事中だね。まあこの時期だからちょうどいいのかもしれないよ。そうだね、うん、工事始められるっつってな、ね、どうせだって止めるんだったらね、そのぐらいやってた方がいいかな。ここは抜けれないね。残念。どうかーって感じある。これ見るとすごいあれ思い出すわ。ドラゴンボール天空。天空武道館なんだっけ、天空闘技場なんかあるよね。ドラゴンボールの天下一武道会。あ、そう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 。そうだね、まあ確かにね、天下一武道会って感じだね、確かにね。あ、これも休憩所あったんだね。
構見えてる。これが北の丸公園ですわ。あ、そこがね。公園ですわ。こっち？で、緑場、緑道の方に。起きると。うん、じゃないかな。ここから。散策ですね。うん。どう、足は疲れた？あ、もう全然平気。全然平気？うん、この新しい靴でもいい感じに。ほうほう。よし、それってね、汗もいい。自然がいっぱい。うん、ね。カラスもいっぱい。うん。すげえカカいてる。ね。カカマスじゃん。カカマス。よし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 。どうでしょうか。いいよ、いいよ、すごい、上から見えるんだね。え、こんな感じだね。これまた満開だったらやっぱ良かったね。うん、うん、ちょっと満開じゃないからあれかもしれんけどね。よしと。よしと。あら、またこんなところに可愛らしい、可愛らしい感じでお花が。あ、こんな感じよ。はい、いいとこですね。俺もこの辺来るの初めてや。水辺があるなんて思わなかったわ。あら、すごいね。ね。滝みたいな。うん。かけるって。水辺があるね。どうなの？
おすごいね。おこんな道だと思わなかったが、うんうん、これ山用の靴よかったね。そうだね、うん、全然滑れないんじゃない、うん、いいね、こうやってね、こっちの散策ルートでは滝が見えるんだ。うん、そうだね。うん。まあカラスが多いね。さあ水辺来ましたね。水辺。さらなる水辺に。ちょっとした憩いの場みたいなね。うん。みんなピクニックしてんのかな。ねえ、みんなピクニックだね。こうやって近場で桜をめでながらお花見ができますよ。いいね。ちなみにね、夜ここの辺通るとね、本当に真っ暗だからね、うん、間違えてこの辺チャリこごうもんならね、そのまま池にぽっちゃんだから、池ぽっちゃ、池ぽちゃするか、これ間違えて池ぽちゃしちゃうよ。だって声もそうそう終わりだよ。ああ、もう終わりか。うん。なかなか楽しかったな、お散歩コース。うん。都内にいながら。そうそうそう。森林浴ですよ。
庭。埴輪。公園の案内ですね。で、これで横に進むとあの謎の建物です。これはまた何なんだろうね。さてこれ。ビッグな洋館が。ね。これ何なんだろうか、未だに分かってないんだよね。誰かのうち、うん。閉館しましたって書いてあるね。美術館工芸館なのかな。すごい。ね。近代的な建物がね、まだに残ってるって感じのかしら。明治時代の建物みたいな。あーすごいね、綺麗に残ってる、ね、明治の時の建物がすごい綺麗に残ってるね。で、ここからすぐに首都高が見えると。で、向こうもね、散歩コースなのね。うん。ね、反対側もね。まあ今日はこんなとこですか？はい。はい。ではまた、まあ来週またね、満開の時期に来てみようかなと思います。うん。お届けできたらと思います。はい、ではまた、See you!